東ズ橋は、福島県福島市にある道路橋である。東北新幹線橋梁から見た東橋、JR 福島駅西口繁華街の南側で行き河川は阿武熊川、水系荒川を渡り、福島市道方木田大田町線を通す。南詰めは、福島市放牧電事用の木立ち、北詰めは、福島市八劉城町に位置する。南詰では、市道南町桜河川と接続し、 北詰めでは片側1車線対面通行の東市道が東北新幹線高架橋を挟み片側2車線の上下線へと分離する。福島駅西口と国道115号福島西バイパスや南福島駅方面をつなぐ役割を果たしている。歩道は下り線側のみに整備されており、福島市市政80周年記念事業として、 昭和62年度に始まった彫刻のある町づくりの一環として、橋本健太郎作、竜光、土田副賞作、光の中に佐々木直也作、三久の三期のラーフ像が設置されており、夜間にはライトアップもされる。また、欄間には福島市の鳥に制定されている四重らがデザインされている。京城西川絵は高層建築などに遮られることなく、 アズ連峰の山並みが大きく広がり眺望に優れる。北爪の強梁下の河川敷には荒川運動公園のグラウンドが広がっている。また、南爪の取付部は堤防と旧土湯街道との交差点との高低差のために S 字にカーブを描く形になっており、建設残地は葉の小立緑地公園として整備されている。ありがとうございます。